はい、どうも、太郎丸でございます。今日はですね、2024年1月23日、移籍情報が入ってきましたので、お伝えしようと思います。佐野のね、ブレーメン移籍がね、消滅しました。ということでね、このトピックについて話していこうと思います。で、その前にね、私の動画ね、動画の前に私を紹介しましょうということでね、まあ、太郎丸というんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、プロフィール書いてありますんで、まあ、よければね、見ててもらえればと思います。ということで、私の紹介が終わったので、まあ、どんなことをね、やっていくかっていうことなんですけども、まあ、佐野ね、消滅、佐野のブレーメン遺跡が消滅したってことでね、まあ、遺跡がね、安かったことでね、遺跡は消滅した模様っていうことですね。まあ、これによって鹿島のね、構成がどうなったのかっていうのをね、確認しようかなというふうに思います。まあ、Excel にね、まとめておいたんで、見てみましょう。はい、ということでね、Excel にまとめた表が書いてあります。こちらですね、まあ、何年生まれかっていうのが縦軸に書いてあって、横軸がですね、ポジションごとになっております。ということでですね、黄色、オレンジですかね、オレンジで書いてある選手が今シーズンの新加入選手ですね。まあ、レンタルや、トップ昇格、あと大学生や、移籍組などね、まとめて書いてありますけどね、まあ、そこをね、区別する必要っていうのはね、私個人としてはないと思ってるので、区別せずに、新しく入ってきた人間ということでね、オレンジ色で書いてあります。で、青はですね、移籍の噂がある選手ですね、チャブリッチが青で書いてあります。で、現状、佐野が移籍する可能性がなくなったので、黒字になっております。ということでね、今見てみると、まあ、後ろの方っていうところで、まずセンターバックが必要かなっていうのと、ボランチ、まあ、1枚いてもいいかなっていうので、佐野、1枚だけなんですよね。ディフェンシブミッドフィルダーっていうくぐりでは。セントラルミッドフィルダーとディフェンシブミッドフィルダーの違いっていうのは、まあ、同じようなことなんですけども、ちょっと前後関係的に、ディフェンシブミッドフィルダーの方が後ろ、セントラルミッドフィルダーの方が前、でそれより前の選手が、まあ、オフェンシブミッドフィルダー中央のポジション。で左のミッドフィルダー、右のミッドフィルダー。あと、ストライカーって書いてあるのがフォワードのポジションに入りますけど、これはね、ちょっとね、もう廊下がこっちにも入るんじゃないかなとか、ユーマがこっちにも入るんじゃないかなとか、細かいことはありますけれども、まあ、左右できるし、みたいなこともありますけど、まあ、大体、おおよそ、こういう並びになるんじゃないかなということで、書いております。ただ最近の練習だとね、藤井右、松村左とか、みたいですけれども、ね、ストーナーがね、左サイドバックやってますしね、今。っていうのはありますけれども、あ、まあ、溝口もね、センターバックやってますけど、みたいなことはありますけど、まあ、基本的にはこんな感じかなっていうふうに書いてありますんで、もっとこのシーズンが始まっていったら、藤井をこっちにして、仲間をこっちにしてとか、仲間をこっちにしてとか、いろいろ移動はあるかなとは思いますけど、まあ、ざっくり、今までのプレイスタイルかなんか見ていると、こんな感じかなっていうふうにまとめてあります。なんで、真ん中の選手のミッドフィルダーの選手っていうことであれば、これだけいるんですけど、バランス的にね、ディフェンシブを担える選手っていうのがね、佐野しかいないんで、ちょっとこれが痛手かなっていう、誰がもう一人にこっち側にいて、で、セントラルミッドフィルダーの枚数がもう少し減ってもいいのかなと思うんですけど、まあね、樋口に関しては前、オフェンシブミッドフィルダーやるっていう話もね、出てるんでね、どうなるかっていうのがわかんないですけど、まあ、それにしたってディフェンシブミッドフィルダー行ってもいいもいいかなっていうのと、まあ、センターバックは絶対足りないですねって。センターバックもね、本当は右と左で分けた方がいいかもしれないですけど、ここでは1列に並んでおります。ということで、まあ、表を見ながら喋るとこんな感じでございますよっていうお話ですね。まあ、フォワードはね、すごく層が厚いかなっていう。まあ、チャブリッチはね、ここ全部できるんで、結構層厚くなったなっていうような印象がございます。ということで、またマインドマップに戻ろうと思います。はい、まあ、ウィンドウマップに戻ってきました。まあ、Excel にね、まとめておいたんでっていうね、ところで喋ってきましたけども、まあ、感想まとめですね。まあ、この3つが主かな。ディフェンシブミッドユーザーの補強はこの冬になくて、もうしょうがないかなっていうふうに思えてきたね、いうことと、まあ、攻撃陣に関してはね、チャブリッチが来れば完了。何にせよね、左の線センターバック、センターバック1枚欲しいなっていうところでね、上から見ていこうと思います。夏にはね、補強してほしいっていうことでね、まあ、今じゃなくてもいいかなっていうのがあります。まあ理由はあってね、佐野が夏に移籍するかもっていうことでね、現状とりあえず残ったんで、
まあ、回せなくないかなって、中央の人数的に5人、4人いるので、なんとかなるかなっていうところと、まあね、残ったとしてもですね、佐野にね、休養が必要なんですよね。夏移籍するかも。まあ、移籍した際は絶対補強必要。まあ、残ったとしても佐野には休養が必要かなっていうのが、まあね、来年はね、来年というか今年ですね、今年はね、代表とクラブの両立っていうのがね、かなりハードルがあるなっていう、ハードだなっていう部分なので、ここの解消をしたいですね。クラブ帰ってきていきなり試合とかねっていうのをなくしたいっていうところで、まあ、ディフェンシブのね、選手が欲しいかなっていうふうに思いました。あと、来年に向けてという部分も大きいですね。夏に補強してくれば、来年、ね、半年一緒にプレーした状態で始められるってね、これが柴崎岳と一緒ですね。っていうふうに思えるので、これが必要かなって。なんならですね、夏に移籍するかもなら今欲しいんですけど、今いなくても、まあ、とりあえず佐野がいるからっていうような感じの論文ですね。文章ですね。論述ですねって感じで。できれば複数ポジションこなせるとなお良いかなっていうのが、まあ、サイドバックかセンターバックできればね、まあ、イメージ的には小泉みたいな、あとセンターバックこなせるケントみたいなことですよね。みたいなね、ディフェンシブなボランチが欲しいかなというふうに思います。はい。そしてね、攻撃陣はチャブリッチが来れば完了だよってね、攻撃陣はね、現状で強力な感じになりそうなんで、まあ、チャブリッチ来ればおしまいでもいいかなっていうような感想ですね。まあ、何にしろね、左のセンターバックですね、欲しいですね。まあ、各ポジションにね、最低でも2人は欲しいんですけど、まあね、それなのにね、センターバックで3人、センターバックで4人いますからね、各ポジション2人ってことは。で、なのに左サイセンターバックはね、関ヶしかいないっていうね、緊急事態。まあ、チャルシッチがね、いなくなった以上ね、緊急で埋めるべきだっていうね、その上でね、1人補強は、林のレンタルバックを検討っていうところでね、検討してみたいと思うんですけど、まあ補強する際はね、上田と年齢が近い方がね、理想的だと思うんですよね。年齢のバランス感的に。まあもしね、しかもね、この林のレンタルバックっていうところでね、もし途中でね、チャルシッチとね、契約できる状況になった場合っていうのはね、夏にね、林の再レンタルっていうのもできるかもしれないですけど、まあ、それはね、確実に圧力を生むのでね、現実的ではないかなというふうに思います。まあ、選手もね、あっち行ってこっち行って、また再レンタルかよっていう気持ちになると思うんでね、これはね、理想的ではないですね。まあ、ここが決まらないことにはってね、左のね、センターバックが決まらないことにはね、後ろの人数が足りずね、非常にまずい事態になるってことね、考えられますね。まあ、具体的にはね、関川、ね、か、上田の怪我で、まあ、修正になるだろうっていうね、これだけは避けたいですよね。ということで、移籍金を払ったとしてもね、誰かがね、引っ張ってくるっていうことがね、必要だと思いますね。他のチームでセンターバックがね、余ってるチームがあるのだろうかっていうところでね、ちょっとそこが怪しいかなというふうに思っております。まあ、どんな選手をね、取るかっていうのをね、考えてみようと思って、書いてあります。もしくはって書いてありますけど、もしくはいらないですね、これ。まあ、J1 でも、まあ、不満がありそうな選手、J1 でもチームに不満がありそうな選手っていますよね。まあ、例えばね、待遇が悪いチーム、まあ、給与が低いパターンですよね。まあ、2000万でプレーしてるけど、まあ、鹿島が4000万出すって言ったら来るでしょうっていうような感じですね。まあ、2倍の給料って言われたらね、多分、多少ね、チームのことを考えたとしても移籍してくると思いますよ。でね、試合の際のね、移動距離が長いとかね、例えば札幌の選手とかですよね。まあ、移動が絶対に飛行機だし、大変ですよね。あとは鳥栖とか、福岡とか、まあ、移動距離長そうだなっていうチーム。関東のね、近郊のチームが今年多いので、まあ、そんな風に思うかなっていうところですね。あとはね、東京にお抱えのドクター等がいる地方の選手。まあ、これもね、札幌の選手に前いたっていうだけの話なんですけど、まあ、こういう選手がね、狙い目かなっていう。東京にお抱えのドクターとかってね、トレーナーとかがいるっていうことは、まあ、鹿島に来てくれば確実に近づくわけですよね。まあ、それは首都圏のチームの方が絶対有利ですけど、まあ、鹿島もね、言っても関東なんで、そんな遠くないですよ。1時間半、
あれば確実に東京までは行けるので、っていうことを考えればね、こういう選手もね、狙い目かなっていうふうに思います。でね、どんな選手を取るかっていうところでね、もう一個ね、早期戦力化できるね、若手の補強っていうのも視野に入るかなって。さっきね、上田とね、同じぐらいの年齢っていうのが、年齢バランス的にはいいかなっていう話しましたけど、まあ、こういう選手もね、視野に入るんじゃないかなっていうところでね、まあ、将来海外に行く可能性が高そうだけども、J2、J3 でプレーしてる選手なんかがね、候補に上がるかなというところだと思います。ということで、今日はですね、まあ、佐野ブレーメン、ね、遺跡が消滅しましたけどっていうところで、今足りないポジション等の、ことについて喋ってきました。まあ、1月23日でね、明日また状況が変わるかもしれませんし、どうなるかね、わかんないですけど、現状では遺跡が消滅したっていうような認識でいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、彼もね、カタール行ってるんでね、まあ、そうですよね。まあ、遺跡の情報が出てきたとしても、あんまり交渉しづらいと思うんで、代表でプレイしてる間は。まあ、とりあえずね、早めに早期ね、に帰ってこない限りは遺跡はないかなというふうに思っております。で、ちょっと明日は動画を投稿できるかわからないんですけれども、現状は、遺跡情報があれば投稿しようかなというふうには思っているので、どんなね、形になるかわかんないですけど、私明日東京出張なので、どうなるかわかんないですけどね。ということで、今日は1月23日の遺跡情報を喋ってきました。また見てもらえると嬉しいです。さよなら。じゃあね。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。